皆さん、こんにちは。ワデルギルシです。では、今回は、帝族の決断法バブギと、棒の岬沖海戦、ヤマトとコーリベンジ、続きをやっていきたいと思います。まあ、耐えに耐え、ようやく反転攻勢の作戦を開始しているという中なんですが、まずはね、絶対防衛ラインを構築して、まあ、そこで敵を食い止めつつ、まあ、できればね、ハワイを狙っていきたい。オーストラリアを、ね、狙っていきたいというところになります。で、前回ですね、艦隊、あるいは航空戦力消耗しながらもレイテ沖を攻略しました。で、このレイテ沖攻略したことによってですね、まあ、輸送船の数がちょっとまだ足りてはいないものの、アルミを安定的にね、供給できるという状態が、まあ、確保できたわけなので、まずはね、航空戦力消耗した航空戦力を回復させていきましょう。で、空母戦機2なんかだとね、搭乗員、航空機に乗る搭乗員に熟練度とかそういう設定があったので、一度熟練搭乗員を失うと、その熟練搭乗員を回復するのも、まあ、言ってみれば一苦労をしたわけなんですけども、まあ、このね、帝族の決断ではそういった要素はないので、とにかく航空機を作って補充していくということになろうかと思います。長距離の護衛機を偵察機に入れましょうか。これで、まあ、護衛機をもったいないねっていう話はあるんですが、偵察機がね、夜飛べないというのは、結構、夜間戦闘では、マイナス点になってくるので、まあ、そこをね、ちょっと回復させようという意図になります。で、第一艦隊の方から大破している2隻の、いや、3隻ですね。3隻の従順を、どうしようかな。第12艦隊と第1艦隊をまずガッチャンコして、その第12艦隊に大破した従順を3隻入れて、これを一度戻しましょう。レイテからだと一番近いのは南シナですね。ただ南シナドックの規模が4なんですが、今ならこのドックの規模が4の南シナでも十分回復させて、待てる余裕はあるでしょう。続いて兵器開発、技術開発見ていきます。まあ、技術開発はね、もうマックスで入れておきます。兵器開発だな、キー型、これヤマトを超えるキー型ですね。51センチの主砲、これ欲しいけど今はこれじゃないよな。神殿立花、どうしようかな。あとは新兵器、今後さらに大型艦を作っていくという上では、まあ、確かにこの大型のディーゼル機関とかは欲しいですけどね。航空機に関してはもうマックス開発をそろそろ始めてもいいかなっていうところで、今全天候型の航空機の機体開発を、完了するのを待っているという中で、それが終わったらね、即座に開発を行っていきたいので、まあ、お金はある程度余裕を持たせて持っておきたいものの、1万5000円というのは、だいぶ余裕があるので、大型ディーゼル機関の3を開発しておきましょう。よし、こんなところかな。絶対防衛ラインの確認をしていきましょう。まずは、このマラッカ、まあ、シンガポールですね。ここは今のところこれらの艦隊で守りますと。ただ、まあ、戦力的にはね、ちょっと厳しいものがあるので、まあ、ここに置いておく艦艇としては、この従順、宇垣さんの従順取っておくのはもったいないけど、まあ、第14艦隊と、駆逐艦を一隻合わせて、この第14艦隊は、マラッカ海峡の逃げ回り用ですね。で、第3艦隊と第15艦隊なんですが、これは空母、いつでもね、増強できるようにということで置いておきましょう。で、第7艦隊の方は一度、レイテに入れて、レイテの艦隊を増強します。で、第13艦隊は、このままここに置いておいてももったいないので、これもね、一度、レイテに移動。これによって、だいぶスッキリしましたね。で、インド洋は絶対防衛ラインではないものの、イギリス軍がね、侵攻してくる最初の拠点にはなってくるので、ここにこの後、
駆逐艦2隻を入れて3隻で逃げ切り態勢になります。で、マレー沖に関してはもう艦隊を置いておく必要がないので、マレー沖からは艦隊を撤収しましょう。マレー沖からは艦隊を一度、そうだな、マラッカ、レイテ、レイテだな。レイテの逃げ回り用に置いておきましょうか。で、南シナもね、もう艦隊を置いておく必要はなくて、この3隻、これもね、レイテに移動予定になっています。で、沖縄、さらには、おっと、沖縄のこの駆逐艦が1隻大破しちゃってんだな。これはちょっと一旦戻しましょうか。日本近海に戻してドック入りします。駆逐艦ですね。で、日本近海は重要拠点になっているものの、駆逐艦がね、3隻で守るという体制になっています。で、次の防衛ラインを構築する上で、その確保の対象となるのが、ここ、小笠原沖ですね。小笠原の航空戦力思ったより多くはないね。今のところ、ただ艦隊は4つ入ってますね。第一艦隊。ここに、正規空母が2隻。ホーネット、ベニントン。さらに護衛空母、ベロウッドネ、サンジャンシント。これが、第一艦隊。続いて、第三艦隊の方ですが、戦艦が2隻。さらに、エセックス級の、エセックス1番艦。さらに、ハンコック。護衛空母として、バターンと、パサデナが入っています。で、第四艦隊。これ、うわ。戦艦か、重たいな、この戦艦部隊は。戦艦部隊はちょっと重たいですね。で、第13艦隊が、護衛空母4隻ですね。これを見ると、駆逐艦と、空母ないし、従順、軽順っていうのがバランスよく第1艦隊、第3艦隊入ってるので、潜水艦だけでどうこうできる相手ではちょっとなさそうですね。まあ、いずれにしてもレイテ取ったことによってアルミを確保したので、まあ、ここでそのアルミをね、安定供給受けた上で、まあ、しっかりと航空戦力の回復を図っていくということになりますかね。では、ちょっと早速いじっていくことになっちゃうんですけど、この第三艦隊の中から天城と巡洋ですね、これを切り離して、赤城の元に送りましょう。で、まさに空母艦隊、機動部隊と呼べるね、戦力を整えていきます。今、レイテに入っているこの主力第一艦隊は、赤城一隻だけになってしまっているんで、空母でね。これをまず改善していきます。では、時間を進めましょう。枢軸軍、まあ、つまりドイツ軍がデンマーク沖に突入。デンマークだけでも取れればね、お、取ったか。これ、あれだね。ドイツもいよいよ反攻が始まったと見て良さそうだな。いや、ドイツもなんか心強いね。こうやって取ってくれると。で、高速の軽巡。これ42ノット出る高速の巡洋艦ですね。で、同じく42ノット出る高速の重巡もあるので、この高速軽巡と高速重巡で、まさに高速艦隊と。いうものをね、構築していきたいと思っています。で、新機体。全翼機体ですね、これは。通常機体よりも多くの兵装を搭載できる。14週間かかるとか、まあ一応これも最優先の、まあ、開発項目として確認しておきましょう。ついに中距離の攻撃機が完成したか。この中距離の攻撃機は航続距離が3400と長距離爆撃機に比べて約半分。で、あるものの500キロのロケット弾搭載していて、さらにやっぱり魚雷攻撃ですね。急降下ができない分ロケット弾があるので、まあ、命中率はね、まあ、急降下なしの普通の爆弾投下よりかはまあ高いでしょう。いわゆる水平爆撃よりかは高いロケット弾を搭載しているという、この中距離の攻撃機。これもね、アルミを大量に使っていくので、アルミの確保というのが、まあ、やっぱり重要にはなってきます。さて、では、デンマーク沖は金と鉄が取れるのか。次、
ドイツが狙うとすれば北海だけど、北海は金9、油13。まあ、ドイツとしては鉄が欲しいよね、きっと。まあそういう意味ではデンマーク沖で鉄5取れたのは大きいのかな。一番恐れているのがなし崩し的にね、その、デンマーク沖に配備した艦隊がズタボロにされて、まあドイツ本国が蹂躙されるというのが一番怖いパターンなので、そうならないように耐えてもらいたいかな。では技術開発していきます。で、兵器開発は、まあ、一応さっきの全翼機体を最優先で開発しますか。デコイも欲しいけどね。デコイもやっちゃうじゃん。デコイも入れておきましょう。で、物資の援助はどうだろう。今、ドイツが欲しいものってもうなんもない気すんだよな。諜報活動は、この先を見据えてアラビア海でしょ。あと敵が侵入してくる可能性のあるパラオ沖。この辺りにスパイを送り込んでおきます。で、航空機と戦艦。これのね、建造を行っていきます。中距離の攻撃機が何機生産できるかな ?12 か。12はちょっと数が少ないよな。であれば、長距離の爆撃機を作っておいた方が、まあ、数としては有利かな。ただ、長距離の攻撃機の方が圧倒的に少なくて済みますね、アルミが。まあ、ただし、中距離なので、アウトレンジ攻撃ができるかというと、そういうわけではない。アウトレンジ攻撃だな。ここでちょっとブレずにアウトレンジ攻撃を前提に、長距離の爆撃機を生産していきましょう。数が欲しいな、もうちょっとね。アルミが必要なので、アルミの確保のために、レイテに輸送船を追加配備。で、どうだろうな。沖縄とかもう輸送船いらない気するね。もうすでになし。で、南シナは南シナもうちょっと撤収したいぐらいだよな。マラッカ、インド洋。いや、アルミがこれでも足りないもんね。いくらあっても足りないな、アルミが。まあ、しょぼい航空機だったらね、もうちょっと量作れるんでしょうけど、我々が欲している航空機というのは、そんな桁のものではないので。おっと、待ってくれ。小笠原沖、このターン攻略できるぞ。いや、これは、一度攻撃を加えておきましょうか。今なら小笠原沖が取れる。レイテに艦隊も入ったしね。レイテに置いておくのが、この第8艦隊を置いておいて、第1艦隊を増強します。第8艦隊を置いておいて、第9艦隊もね、今ちょっと動かせる状況ではないので、置いておきます。第11艦隊、逃亡型。逃亡型なので、まあ、決して期待できる戦力ではないですが、まあ、これでね、行きましょう。では、第1艦隊と第16艦隊を投入します。第1艦隊。これを、小笠原沖へ。2周か。2周かかるか。移動させておくべきだったな。まあ、今更だな。まあ、ちょっと一旦セーブだけすいません。入れさせていただきます。で、この後なんですけども、小笠原沖を攻略したいので、小笠原沖を攻略すれば、さらに、艦隊のね、集中配備という意味では、小笠原、レイテ、そしてマラッカ、インド洋、この4つの拠点に絞れるので、だいぶね、攻撃用の艦隊に戦力を割けるという状況になります。レイテに敵艦隊か。これはもう逃げ切りだな。とにかく逃げ切り体制に入らなきゃいけないですからね。艦隊はおそらく、右下から入ってくると思うので、一様に上側へと艦隊を移動させて、逃げ切り体制に入りましょう。空母艦隊もね、まあ、万々が一の時に備えて一応出撃はさせてあるので、逃げます。では、時間を進めていきます。
はい、レイテの方は逃げ切りましたね。数軸軍が北海に突入。いや、行くね。ぐいぐい行くね。ドイツもここに来て急にぐいぐい行き始めたな。なに、小笠原、逮捕されたか。しょうがないな。VT 新艦と全天候型航空機、ついに完成したね。待っていた。で、あとは、CIWS ですね。これは本当に大きいよ。全天候型の航空機が完成したというのは。それでは、まずはですね、今回もいつも通りということにはなるんですが、航空機、長距離爆撃機を全部で18機。徐々に生産量も増えてきて、まあ、国としての力が上がってきているなーっていうのが感じるね。最初はね、数機しか作れなかったのがもう20機近く作れるようになってきているというのは本当に、まあ、嬉しいというか大きいというか、反攻作戦が進んでるなっていう感じがしますね。じゃあここも、一旦ですね、レイテにアルミを取りたいので、輸送船を追加で配備。さらに、日本近海がだいぶしょぼいことになってはいるものの、アルミが2か、となるとやっぱアルミが優先的に取れるところに配備したいよね。これでいいでしょう。輸送船と航空機を作りました。では、今回を、まずは、技術開発。で、工業レベルを上げて、兵器開発は、CIWS はすぐに入れたい。開始しよう。で、さらに全天候型の航空機。これをね、一刻も早く。作っておきたいので、航空機製作しましょう。まずは、設計。環状タイプの、全天候型、全部設計していきます。まずは、やっぱり爆撃機からだね。で、元となる型、どれにするかだけど、まあやっぱり日本のものがいいかな、見た目的にも。これぞというものがあれば。まあかっこいいのがいいけどね、やっぱ。神殿をベースにする?いや。そうだね、神殿をベースにしよう。神殿をベースに、まずは、これは爆撃機なので、6800。ありがたやー。で、全天候ももちろん可能。そうだよね。武装は、主砲として 20mm の機関砲、さらに機銃を入れます。20mm の機関砲2門。機銃も2門でいいかな。で、装甲は、まあ、本来だったらどうなんだろうね。アルミの量が半端ないことになるけど、まあ、ここは、まあ、無難に30ぐらいで、整えておきますか。で、爆撃能力は、もちろん、急降下、可能でしょ?で、爆弾は、1トン爆弾。うお、6800飛べなくなるのか。装甲下げてもダメ?装甲下げても飛べない。6400。まあ、6400でよしとしよう。1トン爆弾ね。問題なし。これでいこう。長距離爆撃機カイト名付けよう。もうこれが最終形と思っていいと思います。もう余力があればね、もう一つ、新しいものを作ってもいいかなと思います。長距離爆撃機カイにしますか。はい、超長距離爆撃機カイと名付けます。11周。で、さらに、設計をしていきます。まあ、同じく攻撃機を神殿の型で作っていきましょう。で、空戦能力ですね。これも、まあ、4000か。まあ、やっぱり攻撃機は
まあ限界値としてこれがあるんだろうね。武装は同じにしましょう。まあ、火力は、まあどうしても落ちますが、まあ、ここはね、火力云々よりかは、やっぱり敵の大型艦を沈めるというのが、ああ、そうか、ステルス欲しいね。ステルスも欲しかったけど、まあしょうがない。これは次のターンというか、次ある時にしっかりとそれで、型をつきましょう。500キロのロケット弾を積んで、これで3800。よし、これでいこう。航空機。中距離攻撃機。はい。だから、中距離攻撃機は一隻、いや、一機も建造しないまま去っていくんだな、このよう。で、あとは戦闘機ですね。で、戦闘機の方は護衛と直援と同じ能力で作っていきます。まあ、ちょっと飛びすぎるというのはあるんですけどね、航続距離が。まあ、ただし、やっぱりどうしてもね、そこはそれとして、偵察機もね、これを兼ねていきましょう。レーダーを搭載し、5000しか飛べないの。レーダー搭載だと5000しか飛べない。そんなことある？となると、負荷にして、戻って、新規設計で戦闘機の枠で作ると微妙なので、爆撃機の枠で作っちゃいましょう。そしたら、飛べる距離が長いですからね。6800。夜間戦闘可能。全天候可能。武装は、まあ、37ミリの機関砲を2門。もうこれは本当に戦闘機ですからね。7.7ミリの機銃を4門。で、装甲も分厚くします。で、爆撃能力は120キロのロケット弾に急降下可能にしておこう。これでどう？ 6800 飛べて、敵の戦闘にも耐えられるという性能ですね。最高速度はやっぱり遅いですけど、しょうがない。これは長距離の護衛機ですね。長距離の護衛機は、直縁と偵察と、で、さらに、護衛を兼ねるという、まあ、三つのね、ロールを持ってもらいます。これで行きましょうか。13週間後ね。ここで第2幕が始まるわけだね。よし。これでお金もね、貯めておいた価値があったというものですね。では、小笠原沖絶対防衛ライン確保のために小笠原に進行していきます。小笠原の艦隊規模がね、今となってはわからないというのがちょっと残念ですが、まあ、しょうがない。出撃させていきましょう。まあ、航空基地があるのは間違いなくここだね。なので、一番離れたところから突入していきます。日没とともにでいいかな。おっと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 、これ、いつもやらかしちゃうんだよね。まずは、一旦潜水艦は任しちゃいましょう。で、その上で、空母からは攻撃機をいきなり発艦させていく。その前に見つけなきゃいけないんだね。で、空母は離脱。5。残りの艦隊で敵の位置を探っていきます。では、時間を進めます。偵察機が敵の基地を見つけ次第、これを潰す。はい、見つけました。敵の直縁に追いまくられる前に逃げましょう。何？早いな。ちょっと待って。敵の航空機に見つかっている。そういうこと？敵の攻撃機がいるな。爆撃機が飛んでるもんね。
ちょっと待ってね。爆撃機が攻撃に向かうのが敵の基地か。まあ、しょうがない。ここはしょうがないと踏んで、巡洋艦たちで戦ってもらいましょう。まあ、いかにも数が足りないからね。ここは敵の小型艦を沈めておきましょう。で、爆撃隊が敵の航空基地の攻撃に向かってます。1回で終われないと思うんだよね。ちょっと爆撃機の数が減ってしまっている以上は。もう一ターンはかかるかな。ただここまで削ってるので、できればやっぱりその先に敵の基地を破壊したいよな。敵の爆撃機がこんだけ飛んできてるけど。さあ、敵の位置はこちらの方にいるね。まあ、空母の戦力がいかにも少ないな。ちょっと足が遅くなってるのがいるな。さあ、爆撃機戻ってきましたので、もう一ターンで敵の航空基地を破壊しちゃいましょう。で、敵の位置がこの辺にいるだろうという場所を探っておきます。この辺にいるね。この辺にいますと。で、爆撃機の方は戻ってきたので、敵の基地にもう一回攻撃を仕掛けましょう。まあ、従順はじめ水上艦を失ってますが、小笠原沖に艦隊を集結させて、小笠原、そして、まあ、シンガポール、さらにレイテを少数で守ってる間に攻撃用のね、艦隊を用意するということで、まあ、犠牲が生まれるものの、確実にね、敵を始末できるようにしておきたいかな。敵艦発見、ここだな。よし、うまくやった。すごい数の爆撃機が飛んできてるな。これたどり着けるのか、敵の艦隊まで。さあ、味方の爆撃機は敵の基地攻撃に向かってますね。敵の空母を仕留めてほしかったな。この小型艦にバンバン魚雷を打ち込んでるけどさ、今。こっちよ、こっち。そうそう。そこよ。よし、敵の基地攻撃終わりだね。あとは敵の空母だ。敵の艦隊はこれ見る限り、こちら方面にもいるね。爆撃機がこっちからも飛んできてるということは、小笠原沖侮れないな。
では空母を少し前進させます。常に張り付いておく必要があるので、撤収しようとしている潜水艦を一度敵の、空母がいるであろう中域に出していきましょう。ジュージュンしかいないからね、これ艦隊の下に張り付いておけば常に索敵ができている状態にできますからね。あとは味方の爆撃でこれを仕留めていく。アウトレンジ攻撃とはいえ、敵のね、空母、まだ2空母、正規空母健在しているので、これの甲板をなんとしても、大破しておきたいな。そうすればもう本当の意味での一方的な攻撃になるので、まあ安心して見ていられるというかね。よし。さすがに1トン爆弾を食らうと敵の空母も簡単に落とせるね。よし、こっちにも敵艦を発見した。 OK だ。急いで向かおう。敵の空母を撃沈している。ここにいるのは敵の軽巡か。軽巡は危ないな。急いで逃げてもらいたいね。いやでも敵の艦隊多いな。敵の空母仕留めたとはいえ、この先を考えると、ちょっと数は不安が残るかな。味方の航空戦力もね、消耗が激しいですからね。さあ、敵の護衛空母軍に味方の攻撃が向かってます。敵の食塩が出てきたが、看板大破が限界か。まあしょうがないかな。ここはちょっと待ってくれ。一旦飛行。味方の、逃げ切れ。だー、超破壊が
超赤木が撃沈されたか。しょうがないな。超赤木に乗っていた航空戦力も喪失ってことになりますよね。やられたな。空母がまだいたのか、敵は。小笠原沖が取れなかった上に航空機を一挙に失う結果になったわけだな。まあ、連戦連勝というわけにはいかないですよね。さすがに。では、ちょっと全軍撤退します。まあ、敵の空母仕留めてますが、味方もね、ここまで頑張ってくれていた、超赤城が撃沈されてしまいましたね。これ完全にミスだな。油断があった。それにしても敵は空母多いな、本当に。で、レイテに敵艦隊。まあ、これは逃げ切りでいくと同時に、天城と巡洋は、どうしても、守りきらなければいけない重要な艦艇になりましたね。では時間を進めていきます。はい、レイテ沖は守りきりましたね。で、枢軸軍が北海に突入。いやー、頑張るね、ドイツは。ドイツも正規空母、ロドウルを投入してるんだな。まあ、ちょっと大破しちゃってますけど。高速の従順が完成しているので、これもね、戦力として配備していきたいんですが、赤城がやられたのが痛いな。まあ自分の完全なるミスなんですけど、これ艦載機としてはどうなってる？レップ長距離爆撃機も全部やられてるね。これ航空戦力の立て直しからだね、そうなると。航空戦力をちょっと立て直さなきゃいけないな。まあ、70機あった長距離爆撃機が赤城もろとも海の藻くずとなってしまったので、小笠原で。まあ、残念ですが、しょうがないですね。そしたらですね、この赤城巡洋、まあ、洋上基地型に改装したものは日本へ戻します。で、各海域、見直しをしておきましょう。まずインド洋ですが、アラビア海取る意味はないので、これね、資源的には、旨味はほとんどないので、インド洋で防衛しましょう。インド洋の方は第10艦隊で、守りきります。もうここはしばらく固定になりそうですね。で、マラッカですが、マラッカの方にある張家が、これもですね、一度日本近海に戻しましょう。赤城なき後、この張家がで頑張ってもらわなきゃいけない。で、第14艦隊は、このままマラッカで留め置き、防衛に当たってもらいましょう。で、マレーは撤退済み。レイテは3個の駆逐艦で守ります。南シナも撤退済みです。で、沖縄もね、心配ですが、まあ沖縄も既存の艦隊で守りきるしかないかな。で、第16艦隊の方に、この残りの潜水艦をガチャコして、第16艦隊も日本近海へ入れます。で、第5艦隊で守りましょう。厳しいね。で、第1艦隊を新しく創設します。第1艦隊は、高速巡洋艦で編成していこう。ここにね、空母を入れたりとか、まあ、いろいろ編成は幅を持たせておきたいと思います。で、航空機の生産を行いましょう。航空機は、失った長距離爆撃機をね、急いで、作っていかなきゃいけないので、作っていきます。で、それを加賀に乗せておこう。もう、ああ、長距離の護衛機も数必要だもんな。
いやー、リロードしたいぐらいだけど、これはもうちょっとリロードせずに行きましょうか。連戦連勝というわけにはいかないですからね。しばらくは、小笠原沖の攻略をめぐって戦いが起きそうかな。で、マラッカ、インド洋は逃げ切り作戦ですね。まあ、にしても、インド洋とか攻め込まれるとかなりしんどいかな。まあ、ただ、逃げ切り作戦で行きたいと思います。まあ、失った艦艇は戻ってきませんからね。では、航空機は作ったので、続いて、高速の軽巡を作っておきます。これで高速艦隊を作って、一撃離脱を行っていきます。何隻作れるかな？これが果たして本当に有効かというのもあるしね。残りは特攻型の潜水艦。再び特攻型の潜水艦が活躍してもらわなきゃいけない、そういう局面になりそうなので、特攻型の潜水艦も、数をね、揃えていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、超赤城の弔い合戦。小笠原攻略を目指して頑張っていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。